ちは、篠田敦史です。今日の話は伴奏についてです。前もね、伴奏について話した動画でね、ちょっとこう触れてはいるんですけど、本当に伴奏の練習をする時っていうのは、やっぱりその生きた人間が相手じゃないと、あの練習にはならないです。というのは、その生きた人間っていうのは、まあ僕ら人間だから、そもそもテンポが揺れたりとか走ったりとかするから、その動く相手に対して伴奏してるから、いくらメトロノームに対してね完璧にできたとして、実際には、ね、生き物同士のやり取り会話だから、必ずしもその通りにならないということが、まあ多々起きるので、とはいえ実際にはね、一人で練習してる時間の方が圧倒的に長いわけだから、まあ一人の時に例えばこんなことできますよっていうのをね、ちょっと紹介していきます。で、どんなねエクササイズをこれからやるかっていうと、まず1小節ないし2小節ぐらいのなんか決まったリズムのパターン考えます。そのパターン自体になんかすごい意味があるわけじゃなくて、練習の都度やるために変えていいんだけど、今回例えばどうしようか、うんかくかーあうかくかあうあ、もうこれを伴奏する。今のもう今回のエクササイズのルールは今のリズム弾くだけ。うかくかかうか。ただそれを曲の上でやれますかっていうだけ。ね、例えばワンあコンファメーションとかね。ワンツースリーフォー。最初の8小節やってみたんですけれども、これ多分覚えてないとできないんですよね、曲。結局今僕が考えてたのってのは、うんかんくかんうんかんてんてんてんかん、もうこれしか考えてない。ただ僕何も考えなくてもコンファメーションのコード弾けるから、リズムだけですよ。で、実際人と演奏するときってもっと情報量多いから、実際にはね、まあ人数編成わかんないけどさ、ベースドラムいて、まあ、フロントがいてとかさ、4人以上とかいてさ、いろんな音が鳴って、それをさ聞きながらやんなきゃいけないのに、自分のやること精一杯というか、そのリズム以外のことも考えなきゃいけないんだと、本当に演奏にならないから、そもそもこれが覚えてる曲ないですだと、やっぱりまずその段階に至ってないから、まずちゃんと自分がね手放しで弾ける曲をまずは用意してくださいね、じゃないとこのエクササイズがそもそもスタートできないので。で、あと強いて何かね、注意点というか言うのであれば、うかくかうかのこの部分ね、これはまあアンティシペーションしてます。なので次の、ね、コードを弾かなきゃいけないね。うかくかうか、この例で言えば Em7 のフラット5でしょ。うかくかうかうか、例えばこれね、今回の曲だったら1小節にコードを2つあったりもするから、その時にこのリズムね、どっちのコードを弾くべきなのか、うんかくかうえね、今のだとどこ3、4小節目全部コード変わっちゃうよね。うかくかうえっていう風に、その時にどっちってなっちゃうと、本当の人とやる時やっぱ困っちゃうからね、っていう感じでやってました。このリズム別に使ってもいいし、練習の都度自分で今回はこれっていう風に2小節とか、まあ 4とかになるとどうだろうね、覚えられるかね、まあ覚えられるぐらいの長さが僕はいいとは思います、ね、これただのエクササイズだから。伴奏中、まあ、今回伴奏の話だが、伴奏中っていうか演奏中、考えるべきことはこういうことです。うんかくげんうかんけるけるかうかうかかだだでうあくがうああああしか考えたくなくて、その時ちゃんとピアニストは、ね、たまたま正しいコードボイシング弾いてないとダメですよという話でした。ということで今回の話はおしまいにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。